上天温泉は愛知県刈谷市みゆき町にあった公衆浴場。1927年に開業し、1999年に廃業した。建物の設計は大中はじめ、昭和初期としては珍しい鉄筋コンクリート作りの銭湯である。2019年現在も建物は取り壊されずに残っている。1927年。 愛知県壁海軍刈谷町の三河鉄道刈谷町駅に上天温泉が開業した。建物の設計は愛知県永前科義主時代に刈谷中学校や刈谷町立高等女学校を手掛けた大中はじめであり、大中は1924年に愛知県庁を退職して刈谷町に事務所を構えていた。大中はじめは刈谷市駅周辺で 竹内さん婦人会員や気象人情高等、小学校本館なども手がけている。この場所は当時の刈谷町の中心市街地であり、上天という名称は経営者の出身地にちなんでいた。1999年に廃業した。2000年には浴場部分が取り壊され、脱衣場部分は倉庫に改装された。上天温泉と同時代の1923年には同じく、 中心市街地に多数の湯が竣工しており、こちらも当時としては珍しい鉄筋コンクリート作りの銭湯である。刈谷浴場は上天温泉廃業後も営業を続けていたが、2013年頃に廃業した。現在の刈谷市には営業中の銭湯が存在しない。正面建物を設計した大中はじめは愛知県永全鍵主時代から、 鉄筋コンクリート作りを得意としたが、当時の鉄筋コンクリート作りは、先進的で高度な技術を必要とする形式だった。上天温泉は、浴槽だけでなく建物全体が、鉄筋コンクリート作りであり、これは、昭和初期としてはとても珍しい作りであった。1923年以後に建設された、関東地方の銭湯は、木造が多い。 関西地方には浴室のみを鉄筋コンクリート作りとしている銭湯があるが、建物全体を鉄筋コンクリート作りとしている銭湯は稀だった。建物のファサードはアーチ型となっており、柱や壁の上部には浮き彫りや埋め込みタイルなどの衣装が施されている。壁は水色に塗られ、脱衣所には色付きタイルが貼られていた。脱衣場の上部のみには木造の2階部分がある。 浴場の天井中央部には換気と再興を兼ねた高窓が設けられている。屋上にはペントハウスが計画されていたが、これは実現していない。ありがとうございます。